御前崎市。御前崎灯台で有名な静岡県最南端の岬。天気の良い日には駿河湾越しの世界遺産富士山をはじめとする美しい景観、海を利用したマリンスポーツ、海水浴、磯遊び、太平洋に近いことから新鮮な魚や海産物を水揚げできる港と市場、太陽の光をたっぷり浴びて育ったお茶や野菜、果物、良質な肉質の牛、豚、鶏、海や山に囲まれた自然豊かな魅力たっぷりの町です。御前崎市にはそんな魅力を地元から広めようと奮闘する市民グループがあります。その名も御前崎スタイルクラブ。御前崎が大好きで大好きで仕方がない、このままじゃ御前崎終わらせないぞっていう割と熱い思いを持った、でそれを即行動に移せるメンバーが集まってるんじゃないかなと思います。実際どうやって集めたんですか？これはですね、前崎氏が企画してくれたあの幸せ未来会議でした、はい、でそこであれがもう本当にガーンってくるような衝撃だったですね。あの多分みんなそれぞれがなんかお前崎でやっていきたい、元気にしていきたいっていう気持ちがあったんだけれども、何をしていいかわからない、それぞれ悶々と思ってて点でバラバラな思いだったんですが、講座を聞いて共にしたことでこれだって集まったので、そこから始まったメンバーです。そこからだんだん賛同してくる仲間が増えていって現在に至ってるっていう状況です。お前崎氏が大好き、代表を務める井村理香さん。お前崎スタイルクラブの立ち上げに携わった中心的存在です。井村さんは生まれも育ちもお前崎氏？ノーです。生まれは浜松です。で嫁いでお前崎に来ました。なるほど。じゃあ前崎に住まれてもうどのぐらい経ちますか？今25、6年ですかね。はい、普段は何やってらっしゃる？普段は掛川のキウイカントリーっていう農園で働いています、はい、あとは個人的には、うん、あの別の仕事もしてます。なるほど、はい。まあ、この嫁いできた時の第一印象、はい、どんな感じでした？ですね、浜松に住んでいると高校3年で免許取りますよね、卒業と同時に、はい、で一番最初にじゃあどこ行く、ドライブどこ行くっていうのが実は浜松のこと御前崎なんですね。そうなんですか。で御前崎ってやっぱりちょっと憧れの場所という印象はありました、はい、だからあ御前崎に行けるんだっていう嬉しさと憧れてるところがあったので、ここに住めるんだっていう嬉しさはすごくあったのが事実です、はい、でただ実際暮らしてみるとだんだんその時の思ってたイメージとはちょっと変わってきてるのかなっていうのは本音ですね。やっぱりそんな大好きな御前崎市を盛り上げたい一心で開催するあるイベントがあります。その名も御前崎博覧会。やっぱり大好きだなと思って御前崎に来たので、で実際ちょっと様子を見てると、まだまだ御前崎いいものいっぱいあるし、食べ物も美味しいし景色もいいしいいところいっぱいあるんだけど、なんかみんなに知ってもらえてないなって、このままで御前崎が沈んでいってしまうというか、このままで終わっちゃもったないっていうのがすごくあったんですね。それと私もその友達にお前崎に来てもらったりすると、お前崎いいところだよねってほとんどの方が言ってくださるので、それをやっぱり、まあ、住んでる私たちもシビックプライドではないですけども、もっと自信を持ってお前崎をいいところなんだよってお伝えしていきたいし、みんなにも知っていきたい、知っていただきたいので、その気持ちはすごくあって、その一つの手法というか手段というか方法の一つが音楽だったのかなって思ってます。音楽、地域資源を活用した体験型イベントです。もともとは大分県別府市で始まった別府八頭温泉博覧会、それを音楽と略して呼んだのが発祥です。現在では音楽方式として温泉地に限らず全国各地で取り入れられています。
地域全体をイベント会場に見立て、一定の期間に一定の場所でいろいろな体験交流プログラムが行われます。さまざまな体験を通して地域の気づかなかった魅力、奥深さ、面白さに出会い、その豊かさに気づくきっかけ作りとなります。この日は御前崎博覧会のキックオフミーティングが開かれました。御前崎市を盛り上げたい、同じ思いを持つ仲間と食、健康、探索など御前崎市らしい31のイベントが集まりました。やっぱり会えて、皆さんに会えて嬉しかったですし、こう1分5分こうだんだん時間が経っていって、皆さんがだんだん打ち解けていってこう満ちてくるイメージというか、それはすごくいい感じで、ここから徐々に徐々にまた積み重なっていい雰囲気で迎えられるんじゃないかなと思って嬉しく思いました。キラキラ輝いている仲間がキラキラ輝くお前崎にたくさん集って、もうさらにさらにお前崎をキラキラ輝かせていけるんじゃないかなと思って本当に感謝しております。結構キラキラっていう言葉がたくさんもう出てきた印象だったんですけど、はい、キラキラしてます。でキラキラしてるし、キラキラもっとしてほしいし、輝いてほしい。もう景色とかはみんなキラキラしてるんですよ、うん、朝日も夕日も海も空もみんな。でこれからはやっぱり人かなと思ってます。今こういうメンバーもキラキラしてる人が揃ってますし、実際まだまだ私たちが存じ上げないたくさんの魅力を持った方、キラキラしてる方がたくさんいらっしゃるので、その人たちがいるからこそキラキラしてる、その人たちを発信するからこそキラキラしてるメンバーが揃ってますし、その私たち大人がやってるのを見てる子どもたちもこれからキラキラしてくるでしょうし、そうすると前崎全体がキラキラしてくると思うので、はい、そういう意味合いでもとにかくキラキラです。なるほど。活気があって、どこのイベント会場に行っても笑顔でもキラキラの笑顔で溢れていて、あ、来てよかったね、やっぱりよかったね、来年もまた参加してみたいねって、そうやって感じていただけるような明るく輝くこう楽しい音楽になったらいいかなと思ってます。御前崎博覧会は10月28日から11月19日の期間で開催されました。自分が参加しているものもそうですし、参加してなくても他の方のいろいろお話を聞くと、やってよかったよっていう、まず出展者さんサイドがやっぱりそれに向けてこう挑戦してくれてるというか、すごいそのプログラムに向けてこうしようっていうのをすごい考えて取り組んでくださっているのがありました。でそれを、参加してくれた方が本当にこう素直に喜んで、来てよかったよっていうのを参加者の方も出展者の方もやってよかったっていうのをすごく意見として聞いてます。11月3日はプログラムとは別に浜岡原子力館でお仕事博覧会が開催されました。御前崎博覧会っていうといろんな出展者さんがそれぞれいろんなところでいろんなこう体験型イベントをやるっていうのがたくさんあったんですけれども、やっぱり私たち御前崎スタイルクラブのメンバーとしても一日集まって盛り上げる何かをやりたいよねっていうところがまず一つ、それとやっぱりその未来の子どもたちがこうキラキラ輝くような将来につながるようななんか楽しいな何かがいいよねっていうところで、今回はお仕事博覧会、それもいろんなものを体験して子どもたちがこういうこと楽しそうだよね、僕こういう風になってみたいなってこう夢とか希望とか持ってもらえるような一日楽しいイベントになったらいいかなと思ってお仕事博覧会をいたしました。この日はアーティスト二郎さんが案内人を務めるイベント塗り絵アートも開催。ガラス一面をキャンパスに子どもたちが
思いのままに絵を描きました。当初はこう塗り絵をするっていう感じだったんですけど、子どもたちがのびのびと、本当はこのスペースっていうのがだん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 のびのびとこう描き始めていて、もう解放されたんですよね、子どもたちも。それでもう一面にこう描いていって、ものすごいこうスペースで、もうアートの世界というか、子どもたちも解放されて自分を表現できたっていうか、すごいなんか夢の部屋みたいになってましたね、あそこ。楽しかったと思います、参加者はもちろん案内人自身も楽しみながら開催期間を終えた御前崎博覧会。2年目にして井村さんの理想とする形に大きく近づきました。もちろんです。後々やっぱりまだ考えると、まだあそこにもこんなことがあったよね、ここにも実はあったよねって、後からやっぱり御前崎の魅力、御前崎の宝っていうのが実はまだまだあるっていうところなので、これからそれを発掘して紹介していくっていうのも、やっぱり私たちがこれから手がけていきたいことですし、皆さんにやっぱりこうもっともっと御前崎のいいところね、キラキラ輝く本当にいいのを紹介したいなっていう気持ちがあるので、許していただけるならまだまだ挑戦して、来年ももちろんやっていきたいって思ってます。大成功で終えた御前崎博覧会。しかしこの結果に満足せず、次のステージへすでに目を向けています。最後に井村さんが思い描く御前崎市の未来とは。今年のテーマもあったんですけれども、キラキラ輝く御前崎で、私がもともと思っていて、御前崎いいところがたくさん、もう今もね、バックの海もそうですし、青い空でやつとか本当にキラキラ輝くすごい素敵なものがあるので、これを温存させてこう何もない状態にしちゃうのはもったいなくて嫌なんですね。なのでやっぱりこんなにいいところがあるんだよっていうのを、もっとこうあちこちのキラキラをたくさん発掘して、みんなに紹介して、元気な、笑顔でいっぱいあふれる元気な街になっていってほしいなと思いますし、自分自身もそのためにじゃあ何ができるのかなっていうのは考えながらやっていきたいと思います。例えばお客様をたくさんお出迎えするためには、やっぱりゴミが落ちてないですとか、整ってる、お客様をお迎えする体制になってる綺麗な状態の御前崎っていうのも、やっぱりまず最初に大切なことだと思いますし、そこで私ができることはじゃあゴミ拾いかなと思ってやってるんですけれども、それもそうですし、あと大人たちが何かに向かって仲間と一緒にすごいこう希望、夢と希望を持って明るい顔でキラキラ大人たちが頑張ってるっていう、そういう姿をですね、子どもたちが見てくれたら、前崎って魅力ある人いっぱいいるじゃんと思ったら、子どもたちもその私たちの姿というか見てくれて、前崎やっぱりいいよねって、それでまたこっち帰ってきてとか、お友達を連れてくるとか、将来的にはやっぱり今の子どもたちが未来に向かって、子どもたちも未来に向かってキラキラ輝くっていう、みんながキラキラ輝くような、そんな街になったらいいかなと思ってます。Thank you.